メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス。ご機嫌だね、顔。あれ、酔っ払ってんね。うん、まあまあ、ぼちぼちでんな。ぼちぼちでんな。よいしょ。あれ、みなさん。うん。相変わらず今日も可愛いね。ありがとう。今日は何だと思う？デート帰りですか？イエス。じゃあ、とりあえず飲み物用意する。イエス。あ、前言ってたじゃん、あのマッチングアプリ始めたって。うん、うん、そう。それでデートしてしてきて、クソつまんなくて一人で飲み直してからの今でーす。全然ダメだったの。いいのいいのいいの、それはもうクソがあんまり汚いことですか。え、あ、え、何がダメだったの今日は。いや、あのさ、なんかね、写真と全然違った。え、そのアプリで知り合って、そう、うん、全然違うし、あの、会ってみてちょっとなんかお手洗いの隙にもう一回見直したの、あ、これアプリだわと思ってナチュラルめに加工してたけどアプリやんと思って、なんか肌の疾患とか、あ、やっぱさ、肌綺麗な人、肌を、うん、がかっこいいじゃんと思ったんだけど、そうだね、うん、ちょっと違った。全然綺麗じゃなかった。ちょっとね、年齢とかは嘘ついて、うん、あ、うん、もちろんもちろん。でも、だから年齢にしては若く見える感じだったけど、でも、え、写真ちょっと違くないみたいな。なんか期待値が高かったのと、あとなんかすごいね、自慢する系の人たち。なんか、俺アプリで今1位だからみたいなことを、え、聞いてねえしと思って。それはやばい。いやー、え、なんかそれ言わなかったらいいのにさ、え、だからな、何でわかるんですかって言ったら、いや、なんか、別の連絡取ってる女の子から、なんか1位なんですよとか言って知らされてみたいな。へぇ、そうなんだ。私の方で別に出てなかったけどな、とか思いながら。そうそう、知らんけど、わかんないけど、うん、なんか、すごく自信のある方でちょっと苦手かなって。で、とりあえずご飯だけ。そう、ご飯行って、じゃっつって。ああ、なんか、うん、自分の話多いというか、なんか、あれだなと思って。うん、いやー、感じですよ、不発ですよ、今日も。あ、熱熱熱。せっかくなんかクリスマスっぽいね。なんでしょう。ねえ、聞いて、これ、可愛くない？可愛い可愛い。ちょっとこれさ、この間美容院行ったら、私の持ってますって言われちゃって、ちょっと待って。ねえ、うわ、やばい、買ったところバレて恥ずかしいって思ったの。うん、大丈夫です、可愛いからってお姉さんが言ってたから、うん、あ、よかったと思って、うん、いくらやと思う、いくらやと思うそれもどっちや。俺女子のことは全然わかんないけど、うんうん、4,000円ぐらい。私がすごい安物着てるみたいじゃん違う？いや、これは確かに安いけど、元値が3000円しないぐらいで790円になってた。安っ、マジで。で、美容師さんとかぶっちゃって、でも美容師さんっておしゃれじゃない、うん、まあ、で、かわいいじゃんって言ってくれたから、うん、まあまあセーフかなって思いながら、はい、まあ男の子は見てないだろうと思って、うん、女の子かぶりはしちゃってもさ、うん、そうだね、男性はわかんないかなと思って、ちょっとね、あのクリスマス先取り仕様な感じに今日はしてみたんだけど、でも残念な感じだったんだよ。だからもう今日のも、うん、荒れてますね。あとね、違うの、もう一個残念だったのが、すっごい元カノ引きずってんの。ちょっとお断りじゃない、新しい恋したいって言いながら何なのみたいな。それはひどいね。そう、え、元カノ引きずってんのにっていう感じがあって、だから、え、何なの、それは私に言うことじゃなくないと思って。そう、初めてやった。あ、自慢話もそうだし、そう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 、でもそういう話もして、だから次の恋にって言いながらも、え、引きずってんじゃんみたいな。だから、あ、もうちょっといいかなみたいな。もう、うん、みさきちゃんはそういう男はやめといて。お断りです。もっといい男いるからだね、だね。急に黙っちゃったよ。どうしたの？いやー、あのね、小指につけると良縁に恵まれるらしいのねえ、でも、まあ、私結構人差し指、薬指、小指っていう組み合わせよくつけるんだけど、うん、この指は可愛いね。ズッキュンリングだよ。ズッキュンリング？うん、うん、何それ、何それ。え、ハートに
弓矢が刺さってるの。うん、ああ、そういうことか。うん。ズッキュンリングっていうの。そう。で、人差し指なんだっけな。ちょっと今、あれ、ちょっとお酒があれで、うん、忘れしちゃったから。なんか意味があるんだ。そうなの。引き寄せる何かが。そうなのよ。あ、そうそう。婚活中の方にもおすすめでした。左手の薬、人差し指、ね。そう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 。で、小指もそういうのがあって、みたいな。そう。え、薬指なんだっけな、薬指がね。安心したい。心を落ち着かせたい。感性を高めたいとか。そんなやつ。そうだね。そうそうそう。ちょっと心を落ち着かせた方がいいと思う。そうそう思って、私もちょっと流行る、焦る気持ちを抑えようと思って、魅力と人気運をアップしつつ、心も落ち着かせようかなみたいな感じでね、よくこの組み合わせでつけてるんだけど、あれでね、自分らしさを取り戻して創造性とかもアップするって、なんかすごいいいかなと思ってね、本来の自分の力が出せるだって。本来の自分の力まだ伸びしろあるんだ。あるんじゃない。今でも十分魅力的だけどね。不活なんだよ。なんか不思議だもん、なんかそんなにそんなにマッチングしないのが俺から。だってどうしよう、今週だよクリスマス。おい。そうだね。白岡さん何してるんですか、ちなみに。うん、いや、クリスマスは普通に仕事してます。私はあのメッセージやり取りしてる人何人かいるけど、その中でさ、適当にクリスマスを過ごす人を決めるのもなと思って、今ちょっとね、瞑想中、低迷中というか。瞑想中。うん。マジか、予定がないんだよ。クリスマスね。やっぱどうしよう。クリスマス予定がないと不安なの。ネックレス買っちゃった。ねえねえ、自分で新調してしまった。ねえ、可愛くないこれ。いや可愛いけどね、本当は誰かに買ってもらいたいよね。そうなの。そうだよね、自分で買っちゃった。だからダメなのかな。わからなのかな。やだーねえ。え、でもね、でも今日だからすごくクリスマスじゃない？うん、いや、すごい、いつも可愛いけど、やっぱ一段と。あ、いや、ちょっと今日の人はいいと思ったんだよ、クソが。あ、家がおかわり。家がおかわり、マジか。もうやだよー。ねえ、どういうこと？え、で、クリスマスの予定はどうされてるんですか？いやー、そうだよね、クリスマスだよね。クリスマスさ、どうして？でも誰でもいいわけじゃないもんね。どう過ごしたらいいですか。私もうここ数年ずっと寂しくて、え、去年何してたかな。え、去年も一人でした。え、一昨年。え、一昨年も一人でしたよ。え、ちょ、待って。今年、じゃあ、今年は、あ、思い出した、はい、去年は、友達と、クリスマス会という名の、ショッピングしました。ショッピング。そうですね。それは女友達。そうですね。そうです、そうです。じゃあ、今年は、うん。高校よか。だったらさ、お店前からちょっと、あ、いやちょっと待って、今の話、逆に俺でいいの？いや、良くない。良くないんか。良くない。良くない。あ、でもちょっと、うん、最近不発が続いてるんで、ありかもわからないけど、ちょっと誰か紹介してくんない？あー、いいよ。いい人いないですか？だって、イケメンの周りにはイケメンがいるんじゃないの？あー、そうでもないけど、まあでもいい人いるよ。誰？で、ちょっといい？俺の友達なんだけど、龍之介っていう。みさきちゃん、はじめまして。よく来てくれる。龍之介です。彼も今一人組？一人組です。うん、なる予定。はじめまして、みさきです。はじめまして。ね、リュウも、だってね、クリスマスここ来るもんね。ああ、そのやって。そうそうそう。だから、まあ、みんなで一緒に飲めたらな。え、クリスマス来るんですか？クリスマス行きます。すいません、さっきまでの会話聞いてました。まあ、チョコチョコは入ってきますよね、それは。はい、いいじゃん。独り身ですか？はい。私もです。あら、これは。これはですよ。え、はい、一緒にクリスマスパーティーしますか？いいですか？ぜひ。あ、ちょっとなんか一杯飲んでください。あ、とりあえず。じゃあ、皆さん、良きクリスマスになるように。はい。
じゃあ、今週の、何曜日やっけ？ね、金曜日かな。金曜かな。ちょ待って。金曜日？合ってる？ほんと？イブの方言ってる？どっち？いや。日付間違えて会えなかったら大変だからね。そう、あ、確かに。しっかりして。お店に来れば。25だ。25がクリスマスで、イブに会いたいんだよ。24空いてます？24は空いてますね。ありがとうございます。じゃあ、また24日。あー、ぜひぜひ。イエーイ、乾杯。あなたのご来店もお待ちしております。